連れて行ってもらえませんでした。その後は子供ながら執念深く断るごとに万博行きたかった万博行きたかったと繰り返していたのです。ある時、おい、江川見に行くぞと父が言い出し、野球場へ連れて行ってくれました。こけら落としの記念行事として作新学院が招待され、地元の名門高岡商業と対戦したのです。古っ、高商の選手たちより数倍大きく見えた一ノ瀬番号、キャッチャーミットに球が